の上司イラつくわ。お、久しぶり。中学のメンバーで同窓会するんだけど来ない？同窓会のお誘い来た。うーん、行ってみたいな。中学生の頃好きだったまなみちゃんがどうなってるのかも見てみたい。しかし落ち着け。俺は30歳にもかかわらず平社員、すでに出世を諦めた手取り13万円。中学生の頃にあれだけロックで世界を変えると言っていたのにもかかわらず何も成し遂げられなかったチェリーボーイだ。こんな俺が言ってもバカにされるだけだよな。それに中学時代に仲が良かったやつとは普段からそれなりに会ってるわけだから、同窓会は仲が良くなかったやつに会いに行く場所ということになる。わざわざそんな場所に行くべきなのか。でもな、気になるしな。どうせ予定もないし一回行ってみるか。行きます。地元に帰るの久しぶりだな。ここの居酒屋か。あ、ケンジじゃん。あ、ケンジくん、久しぶりじゃん。お前全然変わってないな。久しぶり。こいつら老けたな。久しぶり。あ、うわ、俺をいじめてたタカシだ。しかもハゲてやがる。おう、ケンジか、久しぶりだな。久しぶり。ハゲてもなお同窓会に参加するお前の勇気を称えたい。中学の時はいろいろ悪かったな。いやいや、気にすんなって。あれ、純平は？ああ、純平くんは今俳優やってるんだって。なに？これこれ、かっこいいよね。純平くんに会いに来たのに。純平は中学の頃スポーツ万能、成績優秀でスクールカーストの最上位にいた人間だ。大人になっても勝ち組だと。それで仕事が忙しくて来れないんだって。そうなんだ、残念。あれ、引きこもりのアキラは？住所変わってて連絡取れなかった。へえ、ふーん。あ、まなみ。え、来た、俺の初恋の。あ、ごめん、お待たせ。激太りしてんじゃん。何この白イルカ、水族館と居酒屋間違えてないよね。とりあえず声かけとくか。まなみさん久しぶり。誰だっけ。俺だよ、俺、ケンジだよ。あー、久しぶり。しかも忘れられてる。帰りて。あれ、ケンジくんだよね。そうだよ。サキちゃん？そうそう。可愛くなったな。今仕事何してんの？やべえ、来た。どうする？就職氷河期のせいで俺はただのラインコ。プライドもなく毎日上司の愚痴をこぼし、あくびをしながら缶詰がへこんでいないかをチェックする毎日だ。どうする、どうする。あ、スーパークラークエンジニアっすね。クラーク？まあ職人っすわ。そうなんだ、なんか難しそうだね。うん、まあ技術職だからね。よし、なんとか乗り切った。月収高そう。俺の手取りは13万円。愛車はシートの破れた原付だ。どうする、どうする。だいたい月35くらいっすね。35万円、すごいじゃん。ケンジ君出世したね。やりすぎたか。マジでか。俺月収50万円だから勝った。え、50万円ってすごいね。何してるの。麻酔だよ。50、しかも医者かよ、強すぎる。その後もいろんなやつとワイワイ話した。え、ひろきもう結婚したの。うん、21の時に結婚したよ。マジか。子供は？2人いる。すげえ。仕事は？トラックの運転手やってるよ。へえ、同い年なのに子供2人もいるのか。背負ってるな。はいはい。お、二次会行く人？もうちょっと話そっか。だね、ケンジの話も聞いてみたいし。変な劣等感を持たずに行けば同窓会は普通に楽しめる。今日の授業は終わり。また来てね。